23分の2レンズを買い替えます。一つものが増えたので一つものを減らします。既存のレンズを売ります。シグマ 20mmF1.4DG で、レンズにしては重いです。1015g。導入をためらっていた理由が、レンズ前面が出っ張っていって、フィルターなどの類が取り付け不可なところです。レンズ割りったらどうしよう。レンズに物をぶつけてしまったらどうしよう。ただ 20mm で F1.4 だとこれしかない。大口径だけあって後玉も大きいです。吸い込まれる感じがします。最悪の事態も考えて、このレンズは中古で購入しました。このレンズの詳細なレビューは後日したいと思います。ずっしり感があります。このレンズ比で 500g 軽ければいいでしょう。25分の2、16回目の脱毛に行きます。早速。先ほどのレンズを使っています。手振れはどれだけするのだろうか。それにしても、原油価格の高騰が凄まじいです。それなのか、食品の値段もじりじり値上げされています。実質賃金は上がっていません。個人、企業の家計での範囲内では、緊縮的なお金の転がし方になりそうです。自分の収入と支出のバランスシートも、よく背景がぼけます。収入が少ない以上、買って使わないというものは、極限までに減らしたいです。ミニマム系 YouTuber の話でたまに聞く言葉。一点豪華主義。コンフォート原則。一点豪華主義とは、
辞典、百科辞典の検索サービス、ウィブリオ辞書によると、全体的には質素でありつつ、特定の物事については出費を惜しまずに、豪華さを追求するあり方。例えば、洋服はどれも廉価なものであるが、靴だけは高級品を着用する。といった様。コンフォート原則とは、毎日長時間使うものにお金をかければ、満足感を得られる、本当に賢いお金の使い方ができる。という考え方。個人的には、この一発に全てをかける。某ロボットアニメ、映画の、戦略自衛隊技術研究本部大出力型第2次試作自走 460mm 溶電子砲、正式名称長すぎ、みたいな一点集中的な感じがして好きです。家の者たちも一定期間使わないものは、捨てるなり売るなりしています。完璧にできているかというと、できていないです。去年の11月頃から月1ペースで、キャンプに行っています。もちろん、動画も撮っています。ただ、編集が全然追いついていません。物自体も、キャンプグッズでだいぶ増えてしまいました。ただし、楽しいです。星すごいです。星タイムラプス、モーションラプスにも取り組んでいます。半分星撮影のための宿泊キャンプです。キャンプ道具などの初期費用で7万円ほど。10回はキャンプで使う前提です。ごちゃごちゃ話しているうちに、脱毛が終わりました。キャンプするなら、秋から冬がいいです。理由が、冬は、晴れの確率が高い、暑くない、汗をかかない、虫が出ない、蚊に刺されない、鍋がうまい、焚き火があったかいなど、メリットが多いです。デメリットがたった一つですが、最大の欠点。寒い。それだけ耐えれば、総合的に快適に、キャンプすることができます。やっぱ F1.4 ボケます。ボケづらい広角にもかかわらずよく背景がボケます。ただしピントが外れた時は何も映りません。手触れの方は編集で見た感じ、カメラを持ちしっかり脇を締めるとそれなりにブレないです。
ご視聴ありがとうございました。